三木大谷として有名な記者、愚痴っている模様。なぜか日本では大谷選手の説明後も、米メディアの、まだ疑念が残るという部分だけが誇張され報道されているように見受けられるが、実は多くのメディアが大谷選手の説明に納得もしているのだ。むしろこちらの方を重視すべきではなかろうか。本来の現在にあるたまに自分たちで破壊する大谷選手を神格化するかのように彼のイメージを損なうようなことには一切目を向けず、とにかく礼賛の限りを尽くしてきた。純粋に野球を愛し続ける少年のようだ。全てを野球に捧げているストイックすぎる性格。野球以外には興味がなく無頓着等々、全て日本メディアが訴えてきたことだ。ところがスキャンダルが発覚した途端、米メディアの報道に追随してスポーツ賭博への関与やマネーロンダリングを疑うような報道が続き、大谷選手を擁護する声がほとんどかき消されていた。そうした報道姿勢は過去の自分たちを、そして日本メディアは、MLB で水原氏以外にも多くの通訳が働き、彼に負けない優秀な人たちがいるにもかかわらず、彼だけを特別扱いにしてヒーローに仕立て上げた。その影響もあってか、日本メディアや一般大衆の中で水原氏を冷静な目で見ることができていなかったようにも感じている。スポーツライター菊池敬吾、大谷アンチとして有名な記者、ワイでさえずっと大谷信じてたのに頭おかしいやろってずっと愚痴ってる。上原も大谷アンチとか言われてるけど、この件に関しては、大谷が嘘ついてるはずないだったな。上原は野球に関すること以外で大谷を悪く言ったことないからな。まあ自分も裏金とか色々あるからかもしれんが。日本メディアは高く持ち上げてから叩き落とすのが好きやからな。なお失敗した模様。大谷を成人路線に無理やりしてるけど、本当はただの悪ガキやからな。日ハム時代もそこそこエピソードあったのに。